こんにちは、ノレネズミです。こちらの、Zoom のですね、Q8 です。Q8 ですね。そちらでの試験放送です。で、音声がですね、ちょっと遠かったみたいな感じなんで、マイクのゲインの方をですね、Q にしてね、合わせてやってます。で、今ですね、照明はですね、こちら LED ライトですね。LPL の VL6000X ですね。そちらのみちょっと一灯つけてって感じになってます。で、こちらが、このぐらいの感じですね。あとちょっと明かりをつけてみますね。こっちで見る限りは、ちょっと今ね、まだ夕方で外の光もちょっとこっちの方から入ってはいるんですけど、まあ、このぐらいでもいけるのかなって感じではあるんですけど、ちょっと一回つけてみますね。これが前灯ですね。はい。前灯だと逆に白と、まあ、ちょっと照明をどこから当てるかにもよると思うんですけどね。こちらになりますね。で、こちらが、学びライトの学びですね。はい。一応こんな感じになります。で、こちらの録画のですね、動画のあれに関してはですね、1080、30の、24mps って感じですね。はい。そっちで撮ってますので、ちょっと試験放送になりますので、よろしくお願いします。はい。失礼します。これが6ですね。これが6です。で、これが距離が、どのぐらいですかね、これ。50センチぐらい？1メートルない、ないですね。ないぐらいですね。1メートルない。これは6ですね。6。8にするとどうなるかな ?8、6。これが8ですね。あ、8でバーンと貼ると、もう振り切れるぐらいですね。だからまあ、結構取れるって感じですね。うんうん、これでも結構、はいはい。うん。前だと、この辺でこうやってたんで、はい、なんかその調整ができるっていうのが強いのかもしれないですね。うん、そうですね。もしかして USB の場合、多分ポコってつけて、あとは、あ、取れてた取れてたみたいな感じなんで、そういう意味ではこっちである程度ちょっと音を調節できるっていう意味では、まあ、それでいいのかもしれないですね。うん、で、これで8ですよね。まあ、このぐらいだったらね、はい、なんとかなりそうじゃないですか。うん、なんかこうカメラがこうあって、まあ、それこそカメラの横にちょいっとあっても良さそうだし、うん、それも置くんだったら、うん、ってとこですよね。あとはまあアームですよね。これの場合、はい、高さっていうのどの辺まであれなんですかね。このスタンドだとどれもっと、あ、高さっていうかその基本は合わせるのは、はい、やっぱり基本はもう喋ってる高さに合わせて、うん、あとは距離を原因で調整するってことですか、ね。そうですね。うん、まあ、これならこれで別にいいような気はするんですけどね。これが8ですよね。うん、このぐらいだったら全然いけそうな感じはしますって感じですね。はい、わかりました。はい、こんにちは、ノレネズミです。今マイクのテスト中ですね。以前の設定がですね、マイクの集音の方ですね、そっちの方が87になってたんで、これはちょっとね、100に変えてみましたね。100に変えるともしかしてこんなしなくても取れるのかなって思います。で、今このぐらいですね。ちょっと離れましたね。まあ、このぐらいだとまあ普通ですよね。普通の感じになりますけど、これで大体どのくらい取れてますでしょうか。どのくらい取れてますでしょうか。はい、じゃあテストになります。ありがとうございました。これ87ですね。これ、あ、これが、100ですね。100にしましたね。今、ここでなんかピコピコ動いてる。これ。これ100ですね。100です。で、次ちょっとあれに変えてみますね。レベルを、先ほど、これいじった覚えがないんですけどね。次87にしますね。87。これどう変わりますでしょうかね。ここで多分、ちょっと取りづらくなったかと思うんですけど。はい。どんな感じでしょうか。87ですね。87。で、こちらが87、87。ちょっと近づきましたね。87、87ですね。はい。じゃあ次もう一回100にしますね。はい、これが100です。100です。で、こっちも100です。まあ、これ、いっぱいいっぱいにしたらどうなんですかね。その、薄い知識で、得られた知識で言うと、もしかして音割れしてるのかもしれませんけどね。その辺も聞き比べてみてください。ぬれずみでした。失礼します。